マキロズネサブローは、日本の教育者、宗教家。1871年7月23日、柏崎県刈羽郡荒浜村で、渡辺町松、稲の長男として誕生。出生名は、渡辺町七。1877年、親戚である、牧口義太夫の養子となる。1885年に、尋常小学校を卒業後、単身。 北海道へ職を求めて渡る。小樽警察署の休仕をしながら苦学の末に、1891年、札幌の北海道人情市範学校第一学部、三学年に編入。1893年、常三郎と改名。同年3月に卒業し、母校の付属小学校の教師となる。当時24歳であった1895年、牧口熊太郎の次女熊と結婚。 1901年、母校の助教諭となる。1902年、国水主義で知られる、地理学者の志賀重隆の門を叩く。1903年、人間の生活と地理との関係を論じた、人生地理学を32歳で発刊。牧口は、滋賀に構成、批評を依頼し、滋賀は道長に序文を寄せた。道長は、ニトベイナゾウや柳田区ニオラの目に留まることになり、 二戸部区で開催された郷土会にも、牧口は名を連ねている。地理学者である牧口と民族学者である柳田が、共に研究、現地調査を行った記録も残されている。1905年、教職を辞して上京する。富士見、東森、野生、西町、三笠、八金、新堀の各小学校の校長を歴任。1912年には、 郷土化研究を発汗。1916年、信仰の道を求め、田中地学の講演を聞くため、東京、うぐいす谷の国中会館へ何度か通う。1920年、牧口のもとを戸田情勢が訪問。牧口は戸田を同校の代用教員として採用する。1922年、白金尋常小学校に転勤する。1928年、 木次郎商業学校校長であり池袋の日蓮、昌州常在寺に所属する北家公、大石公の三谷寿弘に釈伏を受ける。釈迦が説いた、釈迦滅後の仏教変遷の予言が日蓮によって実証されたことと、正しい宗教に基づく人間変革を基盤に社会を変革するという、立正暗国の思想に強く共鳴し、日蓮昌州に入信する。 牧口は戸田を尺伏し、戸田もほぼ同じ時期に入信する。1931年、牧口は日蓮召集寺院中野教会所の住職、堀米康史瑛と5年にわたり、毎週共同で物書を研究し、信仰に励む。牧口は宗教の価値を実験証明することであると強く主張した。1930年11月18日、 創価教育学体系第1巻を刊行する。なお、創価学会はこの日を創価教育学会設立の日としている。1931年、教職を辞し、宗教、教育活動に専念。同年に出版した創価教育学体系第2巻で唱えた創価教育学は、二戸米稲蔵や柳田・国夫らから評価された。巻口は著書において、 人生の目的は価値創造にあるという理念を唱え価値の対象として美、理、善を挙げている。これはビンデルバンドの価値体系である。真、善、美と一線を隠すものである。真理は認識の対象であり価値の等体ではない。主体と客体の関係の中にこそ価値は存在するとして、新感と学派の特、魔の代わりに理の価値を説いた。 創価教育学体系の観光を機に、創価教育学支援会が結成された。同会には、創価教育学体系を高く評価した、ニトベイナゾウ、ヤナ犬飼クニオ、イヌカ28名が参加した。1936年4月30日、教育者による創価教育学会春季総会を開催し、期間が新居を発刊。同氏は7月号から、 教育改造と解題される。1939年12月、麻布の菊水亭にて、創価教育学会の事実上の第1回総会を開催。1941年には帰還し、価値創造を発刊するが、翌年廃刊。戦時下の特別高等警察による監視が続けられる。中で、牧口は国内各地において、 大前生活実験証明座談会を開催し、戦前の最盛期には、後の総価学会の最高幹部となる、泉佐都市、辻武都市、原島孝治、小泉隆氏らを含め、3000人の会員を要すまでとなる。1943年5月、神社神道を批判したことで、帰還し、神教が廃官となる。 6月、日蓮昇州総本山大石寺に呼ばれた牧口と、戸田らは、館長、鈴木日京と、堀日光道石の下書務部長から、学会も、一応、診察を受け取るようにしてはどうかと申し渡されるが、これを拒絶する。その後、創価教育学会は、登山を禁止された。同年7月6日、伊豆下田での座談会開催直後、 伊勢ジングルの紙札を祀ることを拒否したために、治安維持法違反並びに不経済の容疑で、下田警察署に連行される。同日、戸田らも検挙。この一連の弾圧で21名の幹部が検挙された。牧口は獄中においても転校を拒否し、1944年11月18日、東京高知署内の山井間で栄養失調と老衰のため死去した。 創価学会東京牧口記念会館史後は、創価学会初代会長とみなされ、また殉教者として尊敬されている。11月18日は、殉教の日とされる。また1993年10月には、八王子市に牧口を記念して、創価学会東京牧口記念会館が開館した。美坂防用編集券発行者。 牧口恒三郎ぶ教新聞社館1972年11月18日95ページ1937年発行、総価教育法の科学的、聴衆教的実験証明1946年11月17日、神田の教育会館行動で行われた、牧口の三回記法用の席での掘り込めの講案、辻武都市編、牧口恒三郎新元集、 第3文明社熊谷一条著、牧口常三郎全集第6巻、海外504ページ巻、沢光久次著、宗教経営学平凡社、世界大百科事典1998年、日立デジタル平凡社、池田大作著、人間革命第11巻204から205ページ、聖教新聞、2017年11月17日、ありがとうございます。